月地ホテル館等と月地ホテル館の図月地ホテルの正面玄関月地ホテル館は幕末の慶応4年に開業した日本最初の本格的ホテル。ロンドン覚書により慶応3年12月7日に江戸は外国人に向け開始されることになっていたがそうなると江戸に滞在する外国人が増えることが予想された。このためイギリス講師ハリーパークスは 幕府にホテルの建設を要請し、それに応えて築地船板町の軍艦総連署の跡地に築地ホテル館が建設されることになった。設計は横浜外国人居留地内に土木建築事務所を開いていたアメリカ人のリチャード・ブリジェンスに依頼された。ホテルの開設について小栗ただまさは民間でこれを行うものがあれば土地は幕府が無償で提供し、 利益は経営者のものとして良い。資金は民間から資本を募り、利益を出資金に応じて分配する。とした。これに応じたのが清水組の二代、清水木助で工事だけでなく、経営も引き受けることとなった。慶応3年8月9日に建設着手、1年後の慶応4年8月10日完成した。すでに幕府は和解しており、 完成前月の7月17日には、江戸が東京と改められ、完成翌月の9月8日には、明治と改元された。正式の開業日は、予定より1年遅れた東京開始に合わせた、明治元年11月19日であるが、その前も仮営業し、宿泊客を受け入れていたようである。完成したホテルの規模は、2階建ての本館と平屋からなり、 延べ1619.7坪、間口ち40.5件、奥行き34.0件、102室、水仙と入れ付き、ビリヤード室、シャワー室、バーも備えられていた。連日見物人が押し寄せ、錦絵が100種以上も作られ、江戸、東京の名所となった。しかしながら、築地居留地はあまり発展せず、次第に、ホテル間の経営も厳しくなり、明治三年に木助は、 経営から退き、明治5年1月14日、ホテルの建物は海軍の手に渡った。それから間もない明治5年2月26日に発生した銀座大火で累承し、海人に返した。わずか4年足らずの寿命だった。ありがとうございます。